い、どうもです。ドライブ大好き、ドライブ大好き、親父です。まあゲオセール終わって、というかゲオセール2件行きまして、ハードオフも2件行きました。うん、2件行きましたよ。そして駿河屋さんも行ってきました。まあね、まあなかったわ、なかった、ゲームはね、トミカはね、トミカじゃないの、ホットウィールとリアル X ってなんか書いてあるミニカーをね、ちょっと、まあ、撮影させていただいたお詫びといいますか、感謝ということでね、購入はしてきたんですけども、ゲーム関係はちょっとなかったかな。でもね、結構な時間、もう3時ぐらいになってるんで、そろそろ帰ろうかなというところでキロについてるわけなんですけども、まさかね、昨日の、まあ昨日のそうだな、夜6時ぐらいまでの段階でね、今日ハードオフじゃないや、まあゲオセールとかに行くっていうのがね、もう決まってなかったんでね、わからないね、未来っていうものは。まあ特別ね、まあ昨日の夜にゲオに行くことがなければ、もちろんセール自体は行かないつもりだったんで、まあ天気がね今日いいのでね、お散歩なんかは行ってたかもしれないんですけども、お店自体にはそんなに行ってなかったかなというふうにね、ちょっと感じてはおります。もうね、今日はお腹が減ってます。お腹がペコリンです。朝からね何も食べてないんで、買い物なんかお出かけとかしちゃうとさ、あんまり食べないんだよね。なんか外食はまあ今はもうちょっとずついい感じにはなってるけど、から行こうと思えば行けるんだけどさ、なんかやっぱりちょっと気になっちゃうし、外食で正直時間を取るじゃないですか。お店に入って注文して、で来るまでの時間もあるし、食べてる時間もあるんで例えばまあ旅行とかしてその中でご飯を食べるっていうのと、今回みたいになんかゲーム屋さん巡りとか何か目的が一つあって、その中でのご飯食事であれば、なんかまあ食べなかったりとか、まあ食べてもコンビニでなんかちょっとおにぎりとかね、アメリカンドッグとか、まあそういったものを購入して、まあ運転しながらね、ちょっと小腹を満たすっていうのが多いかな。結構時間取りますからね、ご飯タイム設けちゃうとね。もうね、来週がハロウィンになるのかな。やっとですよ、ハロウィンが終わればやっと私がもうね、クリスマスの飾り付けをし始めますので、ようやく私の年一のね、もう大パーティーですよ。私の楽しみの一つでもあるクリスマスが、クリスマスに向かってね、走り出すわけです。さっき1円玉が落ちちゃったんで、あるね。お腹すいたんでね、わさビーフをちょっと今つまんでたんですよね。あのクリエイトさんに行って動物の森のカードグミを
買おうと思って行ったら、まあ売ってもいなかったんだけど、本当はなんかパンかなんかちょっと買おうと思ったんだけどさ、いいパンがなくてさ、で山崎のいつものカレーパン私好きだからそれ食べようと思ったんだけど、どこだったかな、なんかね横須賀カレーパンみたいなのをセールでやってたのね、79円ぐらいで。で多分カレーパンが分散しないようにさ、まあいつもは多分山崎さんのカレーパンは絶対入れてると思うのよ、言っても売れ筋ではあると思うから。でもカレーパンなくてさ、でもその横須賀カレーパンを食べたいほどではなかったから、結局なんかちょっと駄菓子だけをちょっとね買ってきて、私の好きな駄菓子なんかをちょっと買ってきてね、朝ビーフをちょっと つまんでるわけなんですけど、今これだ、はい、うまい棒サラミ味を食べたいと思います。しかしね、ないなぁ、あの売ってはいるんだけどね、カード組ね。うん、うまい。でもサラミっていうとおつまみっていうイメージがあるから、大人の食べ物みたいなところがあるんだけど、もう小さい頃からサラミ味が一番好きだからね。ちなみにサラミは食べない、別に嫌いじゃないんだけど、買ってまで食べないな。なんかレンチンしてすぐ食べられるピザトーストみたいなのにサラミが乗ってる時があって、まあそういうのぐらいかな、食べるの。わざわざね食べない。うん、美味しい、濃い味で美味しい。うまい棒選手権もやりたいんだけどさ、なんかこんなあれになってる、見えるかな、わさビーフのさ昨日何食べたのコラボになってる。わさビーフも結構昔から食べてるな、中学校ぐらいから食べてるね、好きで。まあなんかちょっと紹介していこうかな、ざっと。はい、私大好き、今信号で止まってるんで、玉ねぎさん太郎、テリーン。そしてうまい棒がうまいわっていうのになったんだ、なってんのね。で100円で売ってるんだけどさ、大袋でね。でも初めてちっちゃいサイズ見た、30円の駄菓子タイプ、このぐらいの袋の方が馴染みがあるよね。うん。特に私たちに関してはね。はい。ちょっとね、逆光になってからさ、映りが安定するまでね、はい。安定した？はい。これね。うまいわ。あと何買ったかな？あとうまい棒をもう一個買って、あ、これはいいや。チョコフレークはいいや、いつも買うやつだ。で、水買って、これが気になったから買ってみた。チロルチョコのちっこいやつ。プチロル。ミルク味、ミルク味って多分ミルクチョコなんだけど、ミルク味、いちご味、バナナ味、メロン味、きなこ味。全然見えないな。全然見えないね。ダメだな、これな。僕なんかちょろちょろね、あの、わさび太郎、わさびのり太郎ね、これ。私大好き、わさびのり太郎。てりーん、わさびのり太郎と。あと、焼きそば三太郎。違う。これじゃない。焼きそば太郎だからな。なんだっけな。焼きそば三太郎だね。はい、これ。10円のやつ。中学校の時よく食べてた10円だから。ポッケにね、忍ばしといて腹が減ると、これをね、ぶち込んでましたね、胃袋の中に。はい。だいたいこんな感じです。もう熱暴走してきたな。信号で止まってるから、ちょっと窓を開けて風の通りを良くして冷やそう。
何食べようかな。あ、プチロル食べよう。プチロル、プチロルが気になってたんだよな。あ、でもこれハサミがあるな。ちょうどこれハサミがない。あったあった。プチロルね、24分の1サイズ、チロルチョコの24分の1サイズ。あ、なんだ、そういうことか。なんか当たりがあると大きいのが1個入ってんのかなと思ったけど。あ、いい香り。あ、まあいい香りというかチョコの香りね、うん、チロルチョコの香りじゃなくてもチョコの香り。あ、いい香り。あ、すごいちっちゃいわ。めっちゃちっちゃい。これきな粉だな。あ、これいいわ。これ50円ぐらいだったな。きな粉味にバナナの味が映ってるな。これプレゼントにいいわ。ちょっと見えないかな。これは見えてる？あ、見え出してきたね。もうすごいちっちゃいの。かわいいサイズがいっぱい。車の中暑いからちょっと溶けてんのよ。むにゃってしてる。これ味が映るな。バナナ味食べたのにイチゴの味がするわ。いや、混んでるね。いつも16号沿い、ここ最近は16号沿いで帰ってたんだけど、めっちゃ混んでるから、こっちの道で帰ってんだけど、この時間帯混んでんだろうな。まあ、それでも進んでる方かな。16号に比べれば。あ、うまいな、プチロール。ちょっと10個ぐらい買っとこう、これ。で、会社のパートさんに配ろう。ちっちゃいからパクパクいっちゃう。今、左側にね、あのカプチーノの専門店。高いから全然売れない。すごいねこの道。これでもほら横ね、イチョウなのよ。マッキン系になるよ多分。時期になれば。ほら、これもずっと続いてるよ、イチョウが。お、なんだあれ。よくわかんねえ車があったな。ちょっと溶け始めてるな。うん。こういうの最初はさ、一個ずつ食べるんだけどさ、もうめんどくさくなって口の中に放り込んでるわ。これ 27g、 1袋 27g で 158kcal。 あ、すごいきな粉香った。バナナ少ないな。バナナも見る影もないよ。あ、1個あった。で、左側今度ポルシェ。ワンちゃん。あ、どうしようかな。左のセブンイレブン寄っていこうかな。なんかアメリカンドッグも食べたい。ちょっとセブン寄っていこう。動物の森もあるかもしんないし。セブンイレブン寄っていきまーす。すごいガラガラだ。ガラガラのガラリンチだな。どうしようかな。頭から入れたいんだよな。あえて頭から入れたい。はい、じゃあセブンイレブン寄っていきます。ちょっとね、どんな動画かわかんないんで、何もない時でもあげるかもしれないですけど、ご視聴していただいた方はありがとうございました。それではまた、バイバイ。